あ、誕生日の日のあのタワーのお礼、明日の配信でさせていただきます。また明日ツイートしますね。明日の夜配信しようと思うんですけど、その時にタワーのお礼をします。その説はありがとうございました。ちょっとずっと帽子かぶっとったけんさ、なんかペッタン、あーペッタン。そう、覚えてる人いる？ペッタン、あー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 もちも君が、ペッタン、あーペッタン、ペッタン、あーペッタン、あー。ふん、私が配信でちょこちょこやってた。そう、お笑い芸人さんのネタ。って感じでぺったんこなんですけど、うん、暖房がちょっとずつ効いてきた気がするので、髪染めて初めて知る、このような感じとなっております。このような感じ、なんかほんまに黒髪の時は全然なんかシャンプートリートメント、洗い流さないトリートメントとかはするけど、そんな普通に親が使っとる家にあるやつを自分も使っとるって感じだったんよ。でも髪を染めて傷みやすいじゃないですか。でけんいろいろ変えてから本当に黒髪の時よりサラサラになりました、マジで。本当にそれはびっくり。あ、やっぱ何？そう、こだわったら違うんだと思ったし、なんかツイッターで見たんじゃけど、櫛をなんかいい櫛を使ったらなんかめっちゃいいみたいな、なんか普通の櫛を使ったらなんか良くないみたいなのを見て、でちょうどプレゼントで、お誕生日プレゼントでファンの方からバズっとっためっちゃいい櫛みたいな、いいコームみたいなのをいただいて、もうそれでしか櫛を高いようにしようと思って、それかなんかタングルティーザーみたいなやつと、あとなんかやつそう、なんかいい感じの櫛でしか高いようにしようって決めたんですよ。そうで、なんかそう、チリチリツモなこだわり、チリも積もればサラサラが見え、そう、チョウチョウネイル目指して、そう、これはね、わあ剥がれちゃってる、ここが。
今日撮影の時にヘアケア TikTok 載せてほしい。確かに載せますそう、今日撮影の時にね塗ってもらったんですよ。元々とこの色に近いのを塗っとったんじゃけど、そうメイクさんが塗り直してくださって、で普段自分でこういうポリッシュだっけ、なんかジェルじゃないやつを塗るときはもう一塗りペッペッペーって塗って上から透明なのを塗るときは塗るぐらいなんですけど、今日はなんとなんか下地みたいな透明なのを塗ってからの色がつくやつを2回、だからねめっちゃ凝ってね丁寧に塗ってくださったんですよ。そうありがとうございますと思いながら、で当分剥がさんつもりだったんですけど、ここがなんかちょっと変なくなっちゃってる。そうでも丁寧にね塗っていただいて嬉しい。でも私もネイル行きたい。今日いっぱい爪かわいいメンバーがおった。仕事場でネイル行って、私もこんな色のジェルネイルしたいですね。桜色、確かにこれは桜色。これね伝わるかな画面で、これねキラキラしとんよ。なんかあ伝わりにくい。あ、てかこれ充電ちょっとしかないんだった。でね充電器ここの部屋に、あ、あった遠征でさ持ってっとったけんさ、あれよ持ってっとったけん、今まだほんまに帰ってきたばっかじゃけんさ、あれの中にキャリーケースの中に入れとんですよ。でももう一個あった、多分なんか別の充電するためのやつ。ペタンアイペタンアイペタンアイペタン、ふんぺったんこダパンプの剣道ぺったんあいぺったんあいぺったんあい、充電できた。絶対に成功させようね、今のちほちゃんの配信はサラピのモノマネしてそうなんかさそうこの前最近サラピと2人で配信した時に私の配信のモノマネって言って、なんかボーみたいなこんな感じをされたんですよ。でもちょっと待ってと思って、最近の私はそこまでボーっとするタイムは
ないぞって思いましたね言いましたねその時。私そう昔はかなりぼーっとしている時間がすごく多かったんですけど、最近はどうですか？これは多分自分ではそう自負してるけど、ファンの方が一番分かることだと思いますので、ねん最近はさ、ねんまあ多分そういう時間も多分あるけど、でもそこまでですよねと思っています。そうよ、進化しましたからね。今日のメイクめっちゃ可愛い、嬉しい。でもね、もうほとんど取れてるというか、リップはもう5、6時間前に塗ったきり塗ってないし、メイクもねめっちゃはるか昔にしたのであんまりあれなんですけど、もう今日はまつげ以外メイクさんがやってくれました。明日はねお話し会オンライン、あれですよ、最後10枚目の最後です。10枚目シングルのお話し会最後、そう、半年短かったね。ね、なんか最初さ日程見た時に私の中で卒業シングルって早めに終わるイメージだったんですよ。あんまよく知らんけど、早めに終わって次のシングルすぐ出すイメージがあったけん、日程見た時に長っと思って、こんな普通の感じでやるんやと思って、でもいざ終わりの日を明日に迎えたらあっという間でしたね。次は多分アルバムですね。そういう皆さんと会えるのは、アルバムは STU 初やしね、どういう風にするんか全然知らんけん楽しみ。ねえ、アルバムは何をするのでしょう。リリーベあるかな。え、あるんじゃない。え、分からん。なんかさ、ほんまにアルバムをリリースするのが STU 初めてだから、でもリリーベとかあるよね多分。6月後基本そんな変わらんのかな、リリーベしてみたいな、なんかあんな人とイベントがあってみたいな。私もね初心者1年生何かしらが豪華になってそう、わかる、何かしらが豪華になってるのではないでしょうかね。お値段がねお高いから皆さんにその分
満足していただけるような、あのなんていうんですか、おまけみたいな、おまけというか、だって一応おまけですよね、お話し会とかも。 CD を買ったらおまけで話せるみたいな感じですもん。あ、特典おまけってなんか言い方悪い？そう、特典、皆さんに満足していただけるような特典を絶対したいですね。ありがとうございます。こんな無知な私にたくさんの方が特典と教えてくださりました。感謝。何か新しい特典思いつく？あのさ、ほんまにさ、知らんけさ、アルバム、私たちが AKB さんのアルバムで参加しとった時はその机挟んでツーショットとか、ジャケ写、アルバムのジャケ写にサイン書くとかをしてましたかね。ですが、確かにレーンで抽選してチェキ取れたり、確かに確かに、そういうさ抽選なんかまた復活したいですよね。 AKB の時さ、握手会で当たった、抽選当たった人はなんかもらえるみたいなあったじゃないですか。でさ、めっちゃ覚えたもん、なんかビート板とか、なんかこういう鉢巻きとか、あとなんかポスターとかもありましたよね。それ専用に写真撮りよったもん。あ、ティッシュボックスとかあったね。なんかそういうなんか、はいっていうはいって聞き返すようなやつ、なんか私的にグッズにしたらちょっと売れるかどうかちょっと不安ですが、それが特典でさらに抽選で当たるものってなったらみんな絶対嬉しいじゃないですか。なのでそのビート板とかグッズだったら絶対買わないじゃないですか。でもそういうなんか面白いもの、そうあったらいいですよね。なんでしょうね、なんだろう、あ、けん玉とかいいんじゃない、けん玉。わからん、なんか思い浮かんだ。広島の発祥らしいよ、けん玉って。あ、傘いいじゃんSTU っぽい、めっちゃボーダーで、あの一面一面に STU48 って書かれた5個の面しかない骨組みが5個しかないからすぐ裏返っちゃうけど、ランキングを読みます。20位桜パンダさん、19位仲康さん、18位生ハゲさん、17位宮川和幸さん、16位ととみちさん、15位かずきんさん、14位ひろらんさん、13位のりふみさん、12位ロッサさん、11位香港さん、10位ふうくろさん、9位しろけんさん、8位ポルダーアグリさん、7位ブルーさん、ラッキーセブン。6位ユリアピースさん、5位ツリケンさん、4位グリオティーヌさん、3位ヌルディンさん、スイスイ。2位東京のスワンさん、ツーツー。そして第1位はヒュン、ナルダさん、イエーイイエイイエイイエイ、
ありがとうございます。開始のキャミです。はい、ありがとう。今思えばさ、バグっとるわ。バグっとるというか、壇上がさ、ずっと配信始めたての時のさ、私しかおらん状態みたいになってる。ギフトとかも投げられてくる瞬間が一個もちょっとらん。なんか今日ナチュラルだなって思ってたんだよなんかもう何も物がないって思ってたんですよ。配信ありがとうございました。また明日。うん、また明日。そう、明日はね、お話し会お願いします。じゃあスクショタイムします。おしまい。そう、明日は宮城キングダム、広島でね、放送があります。 TVer でね、テレビの放送終わったら見れるけ、見てね。そう、 TSS。 バイバイ、おやすみなさい。バイ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 。え、今日タワー投げられとった？投げられてない？